レストランバー。男2000円、女1500円って書いてるんですけど、俺たちは3000円って言われてるのなんで3回なの、そうそう、大丈夫かな、2回行ってみましょうか。土日はクラブになってて、そこを平日はなんかバーをやるって言ってましたよね。あ、そうなんだ。シャンパン買って、お、行っちゃうよ。行きましょう。看板出ないから大丈夫ですか。ここ、これ、これで入っていて違うよって言われたらしい。やばいね。合ってる？でいいですか？行きましょう。もう一個だ。ここ開けることができるのか私。カウンターに日本人か外人かわからない人たちがいて、うん、でこっちにビリヤード台があって、だだっ広いフロアがございます。俺たちはここでカメラを持って突入してもいいんでしょうか。行きましょう。行きましょう。見ました。見ました。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、僕はビールがいいです。コーラで。すごいね。香りファイトって書いてある。香りファイト。コリア香りで売ってるっつってた。ね。お店の名前はケイっていう話ですか。ちょっとわかんない。ね、名前は書いてなかったね。これすごいですね。可愛い。可愛いですね。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。安い。女性なんて1500円でね。めっちゃいいじゃん。金曜日はこれから、まあ、いろんなもうイベントしますよ。金曜日がイベント。ここに書いてないんだ。私たちが飲んだら1000円だ。書いてないんだ、今見たら。じゃあいっぱい飲みます。ごめんなさい。これだから3000円なんですね。あ、そういうことなんですね。全てが丸くおさまったね。はい、なんか香りであって小関さんとか呼んでるからね。え、小関さん、こっちこっちこっちの方が映るんで。そんなおばさんが歩いた。乾杯。小関さんはお店を出してどうしていくんですか、これからは。これから、で今回は、今回は友達よく作りたい。友達をたくさん作りたい。友達がたくさん欲しいです。はい、友達になってあげましょう、皆さん。楽しく、この店で楽しく夢を。お店を出す以上の夢があるのか。あります。それは秘密。秘密。何ですか、それは。自分の趣味があるんです。踊り。そうですね。それを上手にここで。ここで踊る。うん、この感じなんかヒップホップとかなんか想像するけど、こういうやつ。ベリーダンス。ここでやんだ、ベリーダンス。練習でやります。この店はどんどんどん大人の遊び場で、例えば私みたいに年寄りが、年寄りってのは年寄りじゃないよ。熟女、ね。うん、そう。どこでも女でも40代、50代、60代、10代が集まる。歌ってもいいし、歌が好きだったら、うん、楽器が好きだったらそれでもいいし、踊りが好きだったら踊っていいよ。何してもいい感じになる。料理が好きだったら料理作って、あ、皆さんこれどうですか。お客さんが料理を作る。作って持ってくる。食べてもいいし、踊ってもいいし、何でもありと。何でもいいよ。ポートギョーさんが火曜日から金曜日までここにいる。ポートギョーさん働きますね。このためには好きな髪を、命を髪を。よろしくどうぞ。乾杯。ポートギョーさん、ベリーダンスの影響がある。先生になりたい。先生になりたい。だったらいいなって思うけど、他の国で私が何かそれ趣味だから、自分のため、まあ、自分の楽しみ。ここ広いもんね。看板出せばいいの。明日は知り合いが来るから。ああ、そういう感じか。そこにこんないい雰囲気のお店があるってね、下通っただけだと分かんないから、ね、流行ってほしいね。流行ってほしい。お酒飲まないから絶対来ないけどね。はーい。じゃあここはバー、バーになる。バーなの。スナックとかじゃないですよね。ない。これからよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。また。